はりがうこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、PayPay ペイペイが請求書払いに対応へ、公共料金を払って PayPay ペイペイボーナスがもらえるということで、今回はなんと PayPay ペイペイで請求書払いに対応しますよということについてお伝えしていこうと思います。 それでは早速こちらですね。公共料金の請求書からバーコードを読み取って支払うペイペイ請求書払いを提供開始。支払額の0.5%がペイペイボーナスとして戻ってくるということで。いや、ついにペイペイも対応してきましたね。他のペイサービスでもいくつか請求書支払いは対応しているところはあるんですが、ペイペイでもついに対応するということですね。公式ページによると、電気代やガス代などの払い込み表に記載されているバーコードを読み込んで支払えるペイペイ 請求書払いいのサーービススを本日よりスタートととうことでしたしかも支払額の0.5%の PayPay ペイペイボーナスも付与されるので電気代払って還元があるのってめちゃくちゃ嬉しいですよねで対応のスケジュールとしましてはこちら公式ページから引っ張ってきたんですけども9月の2日の本日からは東京ガス東京電力 東京都水道局、広島ガス、中国電力、九州電力。そして9月の30日からは Yahoo マネーでお支払いいただける約300の地方公共団体及び事業者。そして10月以降は北海道などでもということになってますね。この約300の地方公共団体についてはリンクがあるのでそちらも参照にしてみてください。でペイペイでの請求書支払いのやり方なんですがちょっとですね、僕の手元にその請求書がないので、まあ、そのまま公式ページを引っ張ってきました。見ていただいたらわかるように まずこの左のステップ1、ここでアプリのホーム画面にあるスキャンというところをタップします。そしてステップ2、払い込み表のバーコードを読み取ると。そしてステップ3、支払い金額を確認して支払うをタップと。いやもう本当めちゃくちゃ簡単ですね。 そして、スマホ決済での請求書支払いのいいところっていうのは、これ公式ページにもあったんですけども、まず自宅にいながらも決済ができると、そして現金をわざわざ出さなくてもよい、で、手数料がかからないという、この3つということで、いや、これだけでも本当に素晴らしいですよね。そして、ペイペイの場合は、これにボーナスがついてくるっていうのは、もうペイペイ大好きな僕からすると本当に嬉しい限りです。そして、せっかくなので僕が知ってる限りで、現在スマホ決済で請求書支払いに対応してるペイはこちらですね。 ファインペイ、ファミペイ、ユーチョペイ、ペイペイということで、まあ、今回からそのペイペイが加わったという感じになってるんですけども、ファインペイはファインペイボーナスの還元がこの間あったので、それで支払えたりするので、結構便利な印象でした。ラインペイでの請求書支払いもたまに使ってますね。そして、ユーチョペイはまだ未開拓という感じですかね。そして今回のペイペイが加わったのってのは、まあ、優勢順位が今後変動しそうな気がしますね。まあ、僕の順番で言うと、ペイペイ、 ラインペイ、ファミペイ、ユーチょペイって感じですかね。まあ、多分ユーチょペイは使う機会はなかなかないのかなとは思います。 そんなこんなで今回は PayPay ペペが請求書払いに対応するということでした。現時点で PayPay ペペで支払えるのは一部の場所で、まあ電気代とか水道代とかということなんですけども、まあ現在の PayPay ペペの勢いからするとあっという間になんか使えるところも広がりそうな感じはするので、まあさらに便利になりそうな気はしますね。一応下の概要欄に今回の公式ページのリンクも貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。ということで本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。